いや今日テーマどうすんの？俺知らない。俺やだよ選挙のことは。俺選挙のことやだよ。俺ちょっと触れたくない。俺うちうちのこと知ってっからさ。俺ほら市議会議員まんべんなく知り合いだからさ。え、配信してんの？あ、え、今流れちゃった？あ、今流れちゃった。やばくね、大丈夫？いやもうね、はい、うん、実は決まったって言ってまだ決まってないからね、何にもね。みんな立場があるからね、うん、それぞれの立場でしか言えない。俺は立場がないからいくらでも好きなこと言えますからね。はい、立場、俺立場ないですからね、はい、そういうわけでね、あのツイキャスでご覧の皆さんはあの、まあ、声音声入ってると思いますけど、まだ放送入ってませんので、これからですので、あの適当に、ね、コメント入れてくれるといろんなことね、あの出現しますんで、私もね、うん、そういうわけでね、毎週金曜日午後8時、ゴールデン曜日の、ゴールデンタイム、毎週お届けしております FM ギノワン、FM ギノワン地上波 79.7MHz、 FM79.7MHz をお届けしております、アニマアニキのクールジャパン、沖縄、今日も、やってまいりましたけど、謎アシスタントは、はい、疲れてない？大丈夫？なんとかギリギリ大丈夫です、うん、日に焼けてない？日に焼けるような場所にいなかった？焼けるような場所にいたんですけど、うん、ちょっとあの僕は機械側の方にいるので、うん、影になってました。あ、本当に、はい、あ、そういうわけでね、私ちょっと点滴生活4週間目に入ってまして。大丈夫ですか？本当に全然曜日の感覚なくてさ、はい、今日ずっと水曜日か木曜日ぐらいの気持ちでいて、でそれでもって、まあ、こっちにね、まあ、送迎してくれる人がいるんだけど、その人が来るっていうから、あ、ご飯でも食べに行くのかなと思ってね、それ待ってて、で着いてからどこにご飯食べに行こうかなと思って携帯見たら金曜日って書いてあって、慌てて、って、いや金曜日じゃん、何も話すこと考えてなかった、全然ネタがないです。それでフリーなんですね、うん、今日もそれでフリートークにしようかって、フリートークったってね、何話したらいいのか分かんないんでね、はい、まあ、そういうわけでね、この放送は地上波 FM79.7MHz、 FM ギノワンのほか、インターネットの方ではね、サイマルラジオですとか、それから、ツイキャスユーストリームの方でも、お届けしております。ツイキャスユーストリームの方では動画もお楽しみいただけますが、ツイキャスの方でコメントいただけるとどんどんね、お話できますのでね、まあ、皆さんね、あのこの、まあ、ほにゃららほにゃらら大人の事情でね、あのがあって、あの 話せないこともね、私の場合あの立場が全然あのどっかにね束縛されておりませんので、肩書きありませんから、どこどこの会員とか、はい、どこどこの社員とか、はい、私肩書き全くございませんのでね、それ突然立場にね、縛られずにいろいろ喋る、暴言吐いたりとかしますのでね、コメントをツイキャスのでいただければいいなと思います。そういうわけで、それずっこけた感じでね、あの今日ちょっと曜日間違えてずっこけたってことでね、まあ、そういうわけでね、1曲目今日のオープニングはドリフターズでドリフのピンポンパン。ドリフターズなんですね。そう、ドリフターズ、これ頑張らなくちゃ。あ、足の台風が気になりますね。だから勢力いくら弱いっても直撃コースだからね、今回ね、はい、この間みたいに直撃コースなのにさ、勢力でかいのにさ、
スカっていうのもあるじゃん、はい、え、何いつまにか目に入ったの、え、つまず通過しちゃった、僕台風終わりなのか、台風行くから晴れっかなと思ったら3日ぐらい雨降っててさ、そうですよね、2、3日暴風だもんね、なんだよあれ、この間過ぎた方がなんか、そう、台風だったよね本当に今回もそうなのかなと思ったね。まあ、でも雨降ってもらわないと沖縄今結構大変ですからね、うん、あでもダムもう満杯だったよ、この間回ってきた、うん、ちゃんと満杯だった、ちょっと小雨が降ってもね、ザーザー放水してるぐらいだから、なんかエンディングみたいなのかけちゃったねありがとうございましたとかなんかね、もうなんか終わりかなみたいな感じするんだけどね、そうですね、オープニングなんですけどね、オープニングです、オープニングですからね、はい、まあそれで元気に行こうかなって景気づけにかけたんだけど、本人は全然元気ないんだけどさ、はい、あのそうそう台風ね、今ねあの、はい、曲の最中に喋ってたんだけど、台風ね今回まだどうなるのかね、そうですね、直撃なんですよね、明日前回も直撃だったのにさ、はい、来た時何もね、うん、何にも起きないし、いつの間にか目に入ってさ、はい、もうすっげえ荒れてんじゃんと思ったらさ、はい、はい、台風通過しました、さよならって言ったら、台風の後の方が暴風だしさ、うん、天気悪かったですね、しかも3日もさ、はい、ね、今回もまた直撃コースだけどさ、勢力弱いって言ってもさ、直撃ってわけわかんないんだよね、はい、勢力の、この間みたいに勢力弱いとこだけ選んでさ、はい、通過されると困っちゃうしね、なんか下手に弱い台風が通過すると気圧の谷の方が激しい天気になりますよね、うん、今日だってさっきビューってね、 かなり強い風吹いてたしね、はい、なんか台風来るのかなみたいなね感じのね、前振りのね風吹いてましたしね、夕焼けもピンクでしたからね、あそうだった、はい、すごい綺麗でした、見てなかったもう本当に、そういうわけでね、ツイキャスのでコメントいただいてますとか挨拶だけなんですけども、はい、シュプリームシュプリームさん、それから高松マリーさん、こんばんはということで、どうもこんばんは、どうもありがとうございます、まあ、適当にね、あのいろいろねコメントしてくれるといろいろね私も喋れますんでね、立場上私の場合はフリーでございますから、あのうん、どこどこに属してませんのでね、あの皆さんみたいにね、あの いろんな方がいろんな立場で自分の立場でしかものが言えないってのもね、なかなか分かるとこなんですけどね、うん、まあね、あのそうそう、あ高松真理さんどうもありがとうございます。なんで台風に名前が付き始めたんでしょうか、前からついてんだよね、もともとね、ついてるのを報道されるようになったってことですね、そうそうそう、ついてるのを報道されるようになったっていうのと、それから前はアメリカが勝手につけてたのを、はい、あの台風が行く地域 の、はい、あの方から ABC 順でいろいろねあのつけるようになって、はい、今回が Y から始まるでヤギなんだよね、ヤギですね、ヤギで、ヤギとかこういう名前がつくときって大体日本なんですよね、まあ、大体でも前はさ女の名前だったんだよね、女性の名前だったんだよね、はい、あとタイこの間もそうでしょ、はい、女性あのタイのねあの雨の神様の女神様の名前だったのにさ、はい、ヤギって女性なのかな、あの日本はなんか動物とかつけることが多いんですよ、ヤギって女性なのヤギ座から取ったとか言ってるけど、はい、あとあのトカゲっていうのが昔ありましたよ、うん、なんか日本だけなんかあれだよね、なんか、はい、あの日本から取られてるんだけどちょっとね、はい、なんか独特です、独特だよね、はい、うん、まあ、あのね、女性の名前で怖いんだったら、もう前あったね、ハリケーン、あのアメリカの直撃したハリケーンカトリーナとかね、あれはすごかったよね、はい、あれは生中継で向こうの画面見てて、はい、これ台風なのって、竜巻のど真ん中じゃねえのみたいな、ですよね、すごかったですね、あれはすごかったね、カトリーナの被害は大きかったですからね、まあそんな感じでね、まあ、なんで女性の名前つけるようになったのかのが謎なんだけどね、まあ多分どっかウィキペディアでもググれば載ってるでしょうね、はい、きっとね、うん、でもあの日本の場合なんでヤギとかトカゲとかなの、なんででしたっけね、なんかもともと日本もなんか星座の名前なの、女性の名前とかつけてたと思うんですけどね、うん、なんかある時を境に変わってる気がします、本当、はい、まあ、神様の、ね、名前でも大体女性の神様の名前だからね、まあ多いです、うん、まあちょっとねなかなか不思議な感じで、ところで、はい、ヤギっていうとさ、ヤギっていうとさ、はい、すごいのが子供の国の動物園のさヤギいるんだけどさ、見たことある、はい、子供の国ですか、子供の沖縄、あの那覇、沖縄市にある沖縄子供の国ってあるでしょ、はいはいはい、あそこの動物園にヤギいるわけ、そのヤギのさ、はい、看板がすごいんだよ、
え、そうなんですか。看板が、看板が、うん、いや、ヤギの看板、なんヤギって書いてないんだよ。え、ど、なんて書いてあるんですか。ウチナンソウルフードアニマル。マジで、マジマジマジ。そう、沖縄ソウルフードアニマルって書いてあるんだよ。これやばくね。動物園でこれでちょっとまずいんじゃないですかね。食用って、じゃ沖縄ソウルフードアニマル、いや、まあまあそうすごいと思うよ。そうなんですけど、これちょっとなんか、あ、団体とかに目つけられないですか。その下にヒージャーって書いてあって、その下にようやくヤギって書いてあるんだよ。マジで、そうなんですね。これちょっと僕びっくりしました。初めて聞きました。いや、これ本当なんです。あ、今度見に行ってみます。すごいです、なかなかびっくりです。いや、まあそうなんですけどね、うん、まあまあ嘘はついてないですもん。でも ソウルフードアニマルいや、なんか、まあ、あそこはちょっとなんか、まあ、ちょっと受け狙ったんだろうけど、はい、あの前あったね、あのなんだっけ、ライオンとかヒョウのさ、おしっこに注意の看板、すっげえ可愛かったんだよね。めっちゃ笑えたんだよね。ファニーな感じで、うん、あの、いや、もう適当に、あの前原あたりにあるあの変な看板、あの面白い看板、はい、あのね、市議会議員の千奈さんって人が書いてることは内緒なんだけど、あの、まね、宜野湾市前原あたりに面白い看板ってあるわけで、面白看板政策委員会とか、あれ一人全部あれだからね、はいはいはい、あの千奈さんって議員がね、はい、あの宜野湾市議のね、千奈さんが書いてるんだけどさ、本当はさ、そうだったんですね、うん、そうそうそう、だから全部字が同じなんで、はい、で、なんだっけ、大蛇名から車、大蛇名からここまで歩いて5分、車で15分、なんでだとか、あ、うん、まあそうですね、そういうな感じですよね。ここを歩くとポイント5倍とか、はい、本人は面白いんだろうけど、なんかポケモン GO になんかちなんでるのかな。だんだんなんか壺がちょっとね、ずれてきてるんだよ。俺は大丈夫、これあの本人にも言ってるから。そしたら本人も反省して、あのこれやっぱエンターテインメントだから、もっと、はい、もっとちゃんとあのしっかり考えるって言ってた。まあそうですよね、うん、まあまあ、まあ、あの辺だから、そんな感じのマジックで書き殴ったような、はい、ゆるい看板で、あのライオンのお尻だけ書いてあって、そこから点線が出てて、それでもって嫌な顔した人の横顔が書いてあるだけなんだけど、それがやたらにおかしかったんだよね、緩くて。前は子供の国、まあ、そんな感じで、子供の国のね、看板も面白いんでね、まあよかったらね、あの機会があったら見てください。はい、まあね、まあ今ちょっとね、市議さんの話だけどね、あの別に千奈さんの宣伝してるわけじゃないんで、はい、そういうあの看板書いてんのは本当は市議さんなんですよというね。宜野湾市って面白いよね、だからそう考えると面白いですね。ね、そんなの書いてる議員さんってどっかにいるの、他にも。いないと思いますよ、あんまり。普通はさ、自分の名前とかさ、はい、名前と顔写真のさ、はい、ポスターとかさ、のぼりとかさ、そういうのあるんじゃないの。そうですよね。普段のなんかなんとか連絡事務所とかさ、まあでもなんか多分市民の皆さんに楽しんでいただきたかったんでしょうね。でもあれ、千奈さんが書いてるって知られてないんだけど、知られてるんだよね。あ、そうなんですか。あの新聞とか見ると、思いっきり面白看板のおじさんって紹介されてるんだけど、でも面白看板を書いているのはこの方ですって、千奈さんですって書いたんだけど、どこにも議員さんですって書かれてなくて、かわいそうだったりとかするんだよね、千奈さんの場合。そこを触れてあげてください。本当に、あのなんかただ近所の変なおじさんみたいな取り上げられ方してるからさ、あれはやっぱりちょっと距離感を置きたいのかね。どうなんですかね。どうなんだろう、ちょっと。まあだからね、あの宜野湾市に、はい、面白看板ありますけれども、あの前原のね、方にね、はい、を中心にいっぱい面白看板ありますけど、その謎は実は、あそこを中心として活動している、市議さんの仕業でした。はい、はい、この番組ではちゃんとお伝えします。ちゃんと伝えてます。この番組ちゃんと伝えてます。こういうね、裏話はもうガンガン書きますからね。はい、あ、書きますからね。じゃあガンガン言いますからね。はい、そういうわけで CM。
さりげなくこう政治の話題を俺、いや政治の話題を織り込みたいんだけどコメントがないから言えないんだよ。 あれですよ、やだよ、ネットニュースにもなってましたよ、この面白カンマ、うん、ニュースでもこれを書いてるのは自治会長ですって、自治会長兼市議だから自治会のおじさんが勝手に書いてるみたいにさ、本当に正確な情報をお願いいたします。議員だから市議さんだから、市議会議員なんでね。俺も市議会 の議事堂でどっかで見た人だなと思ったら、とこどこで見たんだっけかなと思ったら、あ、面白看板の人だってあ、そっちで思い出すの紹介されて、面白看板千奈さんですよ、あの面白看板の人があってね、議員さんに紹介されてね。はい、始まります。はい、そういうわけでね、宜野湾市のね、面白看板紹介させていただきました。はい、他にも面白看板見たことある？なんか記事で、ネットのニュースで見たときに、うん、なんかポケモン GO にちなんだやつを、うん、なんか読んだ覚えはあるんですけど、はっきり覚えてなくて。本当、はい、まあ、ググってみるとね、宜野湾面白看板で出すとね、いろいろ出てくる。結構出てきますよね。そうそうそう。でもあれを見て、つい笑っちゃって前の車に追突したっていう例もあるんじゃないかなって俺は疑ってるけどね。なんか面白すぎて。ない、そんなにない。さすがにそれはないんじゃないですか。まあ、前原っていうとね、前原、なんで県道何号線って言うんだっけ、あれ。何号線でしたっけ、あっち。ね、なんかね、県道ですよね、あの大蛇名から前原、ね、はい、つながってる県道あるんですけれども、はい、そこにね、いや、面白看板のね、ちょうど真ん中にね、やっぱ面白看板と同じようなね、書体でね、魚屋さんがいるわけですよ。うん、魚屋さんあるんですよ。そこのね、お寿司がね、1人前360円とかなんだけど、最近お寿司、その握り寿司を売らなくなっちゃって、売ってる時と売らない時がね、激しくなっちゃってね、はい、うん、なんかあんま気が向かなくなったみたいで、またね、握り寿司350円とか360円、また売ってほしいなと思ってるんですけどね。ちょっと1人前で安いですね。安い安い。醤油もついてないしね、箸もね、ついてないんだ。いやでもいいですよ。でもなかなか安いですね、はい、そんな感じでございます。そういうわけでね、コメントのいただきました高松まりさん、政治家どうかはあれですが、セブンの話題とかいかがでしょう。セブンって何？セブンイレブンってことですかね。セブンイレブン、はい、沖縄進出が間近に迫ってるとか。あそこ の浦添の電子レンジのところになんか工場作るんでしょ。はい、あのお弁当の工場なのかな、それとも本社ビルを建てるだけなのかな。どっちなんですかね。ね、まだね、何も着工されてないんでね、まあそうセブンイレブンだからね、いっぺんにね、あの金秀グループが応援して100店舗一気に展開するって言ってるんだけど、うん、既存のだから、まあ店舗っていうのは大体660店舗ぐらいなんですよ、はい、沖縄本島っていうのは。で、沖縄本島に660店舗はいきなり700店舗超え、750とか760になるっていうのは、まあ、どうなのかなってね、うん、一時期ね、あれなんですよ、これ覚えやすいんだけど、一時期、10年ぐらい前は666店舗、ぴったり6並びの時もあったんでね、一時期10年ぐらい前なんですけど、だからちょっと覚えやすいわけ、うん、だからそこからあんまり増えてないでしょ、そんなに新しくどんどん増えてないんで、だからセブンイレブン、あとね、新しく増えても、大体もともとあった、コンビニが、コンビニ辞めちゃって今もう全然なんか酒屋さんになっちゃったりとか、酒屋さんも辞めてなんか別のものになっちゃったりとかしてるケース多いじゃないですか。多いですね、うん、特にあれなんですよね、なんて言うんだろう、首都圏っていうか、こう、はい、浦添市とか宜野湾市とか那覇市とか糸満市とか、こう市のところにあったコンビニがどんどん消えてるの分かる？え、そうなんですか？そう、住宅密集地のところからコンビニが消えてる、新たにほら、三栄食品館とか、あ、ユニオン新店舗とか、はいはいはい、結局量販店で夜遅くまでやってるところがどんどんできて、はい、うん、それ夜遅くまでって、まあ、12時までやってるのが11時までになったりとかね、まあ、そういうのでね、大人の事情で時間調節とかいろいろしてこう、まあ、お互いに生きてるんだけど、はい、まあ、そういうのが増えてきたんで、それの煽り食らってコンビニがなくなってるケースっても結構あるんですよ。逆にそのなんていうかな、24時間の営業店舗があると、そこに来る途中のお客さんを狙ってコンビニが進出したりとか、はい、これなんでコンビニ進出できるか分かります？例えばビッグエクスプレスってこう食用品いっぱい売ってるとこあるじゃない、はい、
ね、そうで、あそこ24時間でやってるけど、その近くにコンビニが来たりとか。なんだか分かります？もともと需要があるところに、うん、やっぱり人が集まっている。いや、そうじゃないんですよ。違う、あのサービスが違うから。あー、はいはい、サービスっていうのは結局そのあついでに支払いたいとか、はい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 、ね、それからあの銀行 ATM があっても、例えばあの銀行 ATM、 あの結局その使えるカードと使えないカード、もちろんクレジットカードとか使えなかったりとかするわけ、はい、そうするとコンビニの方でキャッシングしたりとか、うん、あと支払いね、あやばい支払い期限とはどうしようっていう時に、そうするとそコンビニの方でお金を下ろして、それでもってまあお支払って、ついでに食品の方も買いに行ってお家帰って食べるとか、いろいろあるんですよね。確かに考えてみれば僕もよくコンビニでお支払いする時、うん、一緒に食品とか買ったりしますね。でしょ、はい、でもうやっぱりそのちょっとそっから車で 2,3 分とかだから、あのそういうところ にあの24時間じゃなくてもね、安いところがまだやってれば、あのそこにお客さん行くわけですよ、ね、だからそれがほら宜野湾の58号バイパスあるでしょ、はいはいはい、あそこの辺なんかそうでしょ、あの辺コンビニだけでもね何軒もあるわけでしょ。そうですね、何軒もあって、もっと面白いのがあの三栄、ね、コンベンションシティ、はい、1階にコンビニがあるっていう。そうなんですよ。でしょ、べきですよね。こういうのがね、だからサービスの住み分けがありますんで、だからそういうのがね、あの全然別物だって考えずに連動してるもんだって考えれば、例えば金秀さんの方で金秀の食品に扱ってるところに、まあその敷地の一角がコンビニであるとか、はい、セブンイレブンが進出すれば、やっぱりセブンイレブンの銀行とかあるでしょ、はい、あと内地系の銀行のね口座とかカードとかも使いやすくなっちゃう、はい、なっちゃう、うん、そうすると今ある既存の今現在沖縄で展開している銀行 ATM、うん、あのちょっと厳しくなる可能性あるわけですよね。なるほど、わかります。なんだかというと、例えば沖縄の地方銀行が、はい、あの設置している ATM がほとんどだから、はい、そうするとあの手数料お金引き落とすだけに20、30に取られる可能性があるでしょ。とかセブンイレブンの場合、セブン銀行があるけれども、あの例えばみずほ銀行だとかその内地銀行の ATM を置く可能性もあるわけでしょ、はい、だからそこの辺全然ね、論議されてないっていうか、議題にも上がってなくて、セブンイレブンが来るから一番くじが引けるんだわーって喜んでる人は多いけれども、ちょっとその辺のね、あのコンビニエンスストアのサービスってものも、うん、あのそういうのに含まれて、まあ、サービスが中心なんでね今やコンビニは、はい、でそれが支払いできるとかできないとか、こうである ATM が、あとそれからチケットね、うん、買える買えないとか、はい、うん、だってそうでしょ、あのコンサートだって、あの例えば内地のコンサート行きたい時にこっちのやっぱりローソンだとか、あファミリーマーケット、ファミリーマートだ、はい、ファミリーマートのチケットでね、ここにチケット購入して、それから安心して内地に行って見れるわけじゃないですか、はい、そうです、そうです、うん、だからそういうのもセブンイレブンが来ることによってまたねちょっとね、あの勢力図がね変わってくることが考えられます。まあだからそういうところ、どこがねどことつながってるとか、ちょっとねどことどこが提携してるとか、はい、そうするとコンベンションシティの中にあるコンビニは三栄と仲がいいんだなとか、はい、こういろいろね推理できますんでね、そういうの推理してみるとちょっと面白いかと思います。いいですね。また物流に関してはね、はい、あの物流ね、物流注目ですよ物流。俺はあえて名前言いませんけどね、沖縄のコンビニとかその沖縄の食品売ってるところとかあるよね、まあ、ユニオン、金秀で、三栄食品館、はい、他にもある、あビッグとか、はい、ビッグエクスプレスとかなんか いろいろ他にもあるよね、イオンとかさ、はい、こういうところに泊まってるね、トラック、はい、トラック運送会社ね、はい、これどこのトラックが入ってるのかなってのチェックすると物流のね、その物流とっても大事ですから、コンビニだとか行くときに、今度コンビニにね、例えばよく考えたらそうでしょ、ファミリーマートっていうのファミリーマートのとかローソンとかのトラックあんまり見ないでしょ、はい、そうですね、内地に比べたら全然少ないんですよ。少ないですね、うん、じゃあどこが抑えてそういう物流を抑えてるのか、そうすると新規参入してくる、セブンイレブンさんも当然物流、そういう物流におんぶに抱っこしなきゃなんないわけですよ、沖縄で展開するにあたってね、物流大事です、大事ですからね、まあ、そういう感じで、そこを考えるとね、
ちょっとこう経済界、沖縄の財界とかちょっとこう面白いなっていうふうに思いませんか。そうですね、うん、そうするとねちょっとねあのなんかいろいろねあの大人の通報が見えてきたりとかするわけですよ、うん、あれあの経済界のね大丈夫これマイク止めてるから大丈夫、政治とかね経済の、ね、方であんまりね政治でも経済でもなんかぶつかってるはずのところが意外と実は仲良かったりとかお互いにおんぶだっこしてたりとかね、はい、いろいろそういう図式がありますんで、あの私ここまで私いくら命知らずの私でもこの辺ぐらいまでしか言えません、うん、大人の事情って怖いんでね、うん、まあ一番あれですもんね、ゼニゲバのつながりの方が、いやいや、ゼニゲバではないです、ゼニゲバではなくてゼニゲバじゃないんだよ。あ、そうなんですか。実はお金、そこで動くのはお金じゃないんです。違うんです。違うんだよ、お金じゃないんですよ、はい、お金じゃない。それは結局何どうなるかって、そこでねお金って考えちゃダメなの。違う違う違う、物流とか、物流っていうのは市民サービスでしょ。物流止まっちゃったら俺ら何も食べれなくなっちゃうんだから、はい、だからそっちの方が大事なんです、ライフライン。はいはいはい、怖くない？怖いです。そうなの、ライフラインの方が怖いんです。どこのどこだからセブンイレブンさんがこっちで出店するにしても、はい、物が届かなかったら売れないんです、ん、店開けないんです、はいはいはい、これライフラインでしょ、はい、このライフラインを抑えてるか抑えてないかっていうのでものすごく発言力が変わってくるわけです。なるほど、お金じゃないんです。なるほど、わかりました、はい、だからライフラインってとっても大事なの。通信だとか、はい、よく考えてみて、通信産業になってるところってのはどこもほら一球団持ちたいとかいろんな野望を持ってて本当にその通りして展開してるでしょ、はい、こういうことなんです。なるほど、皆さんもねちょっとねこういうねライフラインってものをねちょっと考えてくださるとねとってもありがたいと思います、はい、どうだ今日、今日のはいいまとまりだったんじゃないですか。意外とちょっとヘビーな話しちゃったね。あ、まあでもこれがクールジャパン沖縄ですから、うん、まあまあね、はい、全然クールジャパンじゃねえじゃねえかよ、まあ、でも今ので分かったと思うけど、我々のライフラインっていうのは我々の生活イコール文化とも直結してるんでね、あのこの語呂合わせとかくっついてるわけじゃなくて、なんでかっていうと、こんな文化をね、あのなんていうの、もっと広めたいと思っても物が入ってこなかったら広まらないでしょ、はい、沖縄がそうじゃない、うん、アニメ、テレビ東京系のテレビ局が ないから、ないですね、テレビ東京系のアニメが流行らない、流行らないですね、そんな感じでございます、まあ、そういうわけでね、今日もね時間いっぱいお届けいたしました。そういうわけでまた来週、またの謎足もね、あの体を大事に、俺も大事にしますんで、はい、お疲れ様、また来週、まったのー、さよなら。はい、そういうわけでね、物流ライフライン、ね、ライフラインこれ大事でございますよ。これもの言いますからね、沖縄の場合だから海運業が前強かったけど、今ね人間が乗るフェリーがなくなったから海運業が弱くなっちゃったんです、うん、ところが海外からの、今度は台湾とか中国だとか、その海外からの船客増えたでしょ、うん、でも今復活を望まれてるのは何かって言ったら、またフェリーなんですよ。なぜフェリーか分かる？離島。違います。離島もそうなんだけど、トラックの運転手さん船と一緒に着きたいじゃない。あ、ところが今トラックだけ運んじゃって、コンテナだけはトレーラーだけ運んじゃって、向こうに運転手さん一緒に乗れないんだよこれ。あ、はいはい、ってことはこっちにも運転手さんがいて向こうにも運転手さんがいる会社でしか物流ができないってことよこれ。なるほど、わかる、はいはいはい、だから個人経営のトレーラー運転手、個人経営の自分でトレーラー持ってる運転手さんはそういう仕事できるな、あいつとこっちの。できない。できないんだよ。だから今俺なんかはもう、だから前からね、俺はね飛行機好きじゃねえからフェリー復活させろ、フェリー復活させろって言うけど、実はそういうのもあるんです。そういうことによって我々のライフラインが個人経営じゃなくて内地の企業に全部動脈つかまれちゃってるんですよ、ライフライン。これちょっとね、高松真理さんどうも、私はずっとフェリーこだ、そうでしょ。フェリー復活したら。フェリーじゃないとどうなるかっていうと、例えば引っ越し屋さん、ほらもう分かったでしょ、はい、個人の引っ越し屋さんで、あ、じゃあ沖縄までいくらいくらでいいよって言っても、フェリーと一緒に来れないから、フェリー着く前に飛行機で飛んできて、でもその間どうすんのっていう話、荷物の面倒も 見れない、フェリーから積み下ろしも、うん、別の会社の人が、フェリー会社の人がやっちゃう、
ね、だからフェリーやっぱり運転手さんが車と一緒に乗れるフェリーってものの復活っていうのはちょっととっても今大事なんで、なるほど、そういうのがあったんですね、うん、そうです。それからあの大阪からのねフェリーとかが前まで台湾までね高尾っていうフェリーあったんだけれども、台湾まで行くフェリーとかこういうのね、あの大型いくら客船が来ても中国から来てもあれに日本人乗れないんだよ。そうでしょ、うん、船旅できないんだよ、おかしくね。だからあれをだからね、中国の会社でもいいですよ。で沖縄でね、沖縄と内地の内地と中国のね共同のね会社でもいいんでね。あ、もう終わったかな。あ、延長が。延長入っちゃった。延長入っちゃいました。ありがとうございます。延長入っちゃった。もうちょっと喋ろうか、じゃあ。あのちょっとあと5分ぐらいだけね。でそれでそのなんていうの、あのフェリーだけじゃなくてそういう客船もやっぱり東京だとか大阪に行かすべきなんだよ。うん、ここ中国沖縄間じゃなくて、そしたら中国の人観光客、台湾の観光客の人もそのまま乗って行けるね、東京行けるね、あのそれから大阪行けるって思うじゃない、うん、それから東京とか大阪に泊まれば内地の人も沖縄だけじゃなくて中国行くのにフェリーで行こうって、あのフェリーって客船ね、豪華客船で行こうと思うじゃない、まあ、そんな感じなんでね、うん、あのお客さんが乗れる船っていうのはとっても大事なんで、はい、1個だけ、はい、そういうわけで、いやいや、もうね次の番組になっちゃうんでね、次の番組音楽だけなんですけど、まあ、そういうわけで皆さんね、あのよろしくお願いします。フェリーね、フェリー、人の乗れるフェリーとね、人の乗れる客船の復活はね、結構これあの沖縄にとってとっても大事なね、あのライフラインのね一つなんでね、あの今のような状態では良くないのでね、そういう復活されるようにね、皆さんもちょっと祈ったりとか意見言ったりとかしてください、うん、よろしくお願いします。というわけでまた来週、またのー